独占インキシユータの新たな挑戦と平野紫神宮寺裕太との絆の真相激動の数ヶ月ガン・ユータ、キングプリンス脱退からナンバーアンダーライン愛結成までの軌跡ガン・ユータはキングプリンスからの脱退と事務所大賞を経て新たな道を歩む決意をしましたこの決断は多くのファンや関係者にとって大きな驚きとともに 深い感動を与えました。彼の選択の背景には、数々の困難と葛藤が存在し、その過程で見せた彼の男気と誠実さは、多くの人々の心を打ちました。騎士は、条件よりも、人を大切にし、夢を追うことの難しさを知りつつも、その道を選びました。この選択が、彼にとってどれほど困難であったかを理解することは容易ではありません。特に、 キングプリンス脱退後の数ヶ月間は、まさに針のむしろのような状態だったことでしょう。それでも、彼は耐え抜き、平野翔と神宮寺勇太と共に、新たなユニットナンバーアンダーラインアイとして活動を開始しました。この決断が、騎士にとってどれほど重要であったかを示すエピソードは数多くあります。例えば、騎士が一人で迎えた誕生日の動画では、用意された食べ物が適当で、 彼が置かれた厳しいい状況を象徴していましたしてまたかし、そんな中でも彼は笑顔を絶やさず、ファンへの感謝の気持ちを忘れませんでした。この誠実さと忍耐力が、彼の魅力を一層引き立てているのです。騎士が新しい道を選んだ背景には、平野翔と神宮寺勇太との強い絆がありました。彼ら3人は、キングプリンスの一員として共に多くの時間を過ごし、 多くの経験を共有してきました。その絆は、騎士がどんなに困難な状況にあっても、彼を支え続けました。特に、平野将が、将を一人にさせないと言ってくれたことは、騎士にとって大きな励みとなりました。そして、騎士が平野と神宮寺と再び一緒に活動できることを選んだことは、彼の仲間を大切に思う気持ちの表れであり、 また彼自身の夢を追い続けるための重要なステップでもありました。ナンバーアンダーラインアイとしての活動を開始した騎士は、新たな挑戦に満ちた日々を送っています。彼は、自分自身の成長とともに、ファンに対しても新しい姿を見せることに全力を尽くしています。その過程で見せる彼の情熱と努力は、多くの人々に感動を与え、応援する気持ちをさらに強くしています。 騎士が見せる新しい一面は彼がどれだけ多才であるかを示しています。彼は歌手としての才能だけでなく俳優としての才能、そしてバラエティ番組での才能も持っています。そのすべてが彼の新たな道を照らし彼をさらに輝かせています。騎士の決断がもたらした影響は彼自身だけでなく周囲の人々にも大きな変化をもたらしました。彼の選択を見て 同じように困難な状況にある人々は、勇気と希望を見出すことができるでしょう。また、彼の誠実さと忍耐力は、多くの人々にとっての模範となり、その生き方を見習うことができるのです。騎士が示した、菅の道は、決して容易なものではありませんでした。しかし、彼はその道を選び、その過程で見せた強さと誠実さが、彼の魅力を一層引き立てています。 彼の決断は、多くの人々にとっての希望の光となり、彼が見せる新しい一面は、彼の未来に対する期待をさらに高めています。騎士が選んだ道は、新たな挑戦に満ちたものであり、その全てが彼の成長と成功につながっています。彼が見せる情熱と努力は、多くの人々に感動を与え、彼を応援する気持ちをさらに強くしています。騎士の物語は、 夢を追い続けることの大切さを教えてくれます。どんなに困難な状況にあっても、夢を諦めずに追い続けることが、最終的に成功と幸せにつながるのです。騎士が見せる強さと誠実さは、多くの人々にとっての希望の光となり、その生き方を見習うことができるのです。ガン・ユタ、平野翔、神宮寺優太の3人が活動するナンバーアンダーライン愛は、 これからも多くの人々に感動と希望を与え続けることでしょう。彼らの挑戦と努力は、多くの人々にとっての励みとなり、その成長と成功を見守ることができるのは、ファンにとっての大きな喜びです。騎士の決断がもたらした影響は、彼自身だけでなく、周囲の人々にも大きな変化をもたらしました。彼の選択を見て、同じように困難な状況にある人々は、 勇気とと希望を見出すことがでできるでしょうまた彼の誠実さと忍耐力は多くの人々にとっての模範となりその生き方を見習うことができるのです。騎士が示した漢の道は決して容易なものではありませんでした。しかし彼はその道を選びその過程で見せた強さと誠実さが彼の魅力を一層引き立てています。彼の決断は 多くの人々にとっての希望の光となり、彼が見せる新しい一面は、彼の未来に対する期待をさらに高めています。騎士が選んだ道は、新たな挑戦に満ちたものであり、そのすべてが彼の成長と成功につながっています。彼が見せる情熱と努力は、多くの人々に感動を与え、彼を応援する気持ちをさらに強くしています。騎士の物語は、 夢を追い続けることの大切さを教えてくれます。どんなに困難な状況にあっても、夢を諦めずに追い続けることが、最終的に成功と幸せにつながるのです。騎士が見せる強さと誠実さは、多くの人々にとっての希望の光となり、その生き方を見習うことができるのです。ガン・ユータ、平野翔、神宮寺ユータの3人が活動するナンバーアンダーライン愛は、 ここれからも多くの人々に感動とと希望を与え続けることでしょう彼らの挑戦と努力は、多くの人々にとっての励みとなり、その成長と成功を見守ることができるのは、ファンにとっての大きな喜びです。騎士の決断がもたらした影響は、彼自身だけでなく、周囲の人々にも大きな変化をもたらしました。彼の選択を見て、同じように困難な状況にある人々は、 勇気と希望を見出すことができるでしょう。また、彼の誠実さと忍耐力は、多くの人々にとっての模範となり、その生き方を見習うことができるのです。騎士が示した、菅の道は、決して容易なものではありませんでした。しかし、彼はその道を選び、その過程で見せた強さと誠実さが、彼の魅力を一層引き立てています。彼の決断は、 多くの人々にとっての希望の光となり、彼が見せる新しい一面は、彼の未来に対する期待をさらに高めています。騎士が選んだ道は、新たな挑戦に満ちたものであり、そのすべてが彼の成長と成功につながっています。彼が見せる情熱と努力は、多くの人々に感動を与え、彼を応援する気持ちをさらに強くしています。騎士の物語は、 夢を追い続けることの大切さを教えてくれます。どんなに困難な状況にあっても、夢を諦めずに追い続けることが、最終的に成功と幸せにつながるのです。騎士が見せる強さと誠実さは、多くの人々にとっての希望の光となり、その生き方を見習うことができるのです。ガン・ユタ、平野紫、神宮寺ユタの3人が活動するンバーアンダーライン愛は、 これからも多くの人々に感動と希望を与え続けることでしょう。彼らの挑戦と努力は、多くの人々にとっての励みとなり、その成長と成功を見守ることができるのは、ファンにとっての大きな喜びです。騎士の決断がもたらした影響は、彼自身だけでなく、周囲の人々にも大きな変化をもたらしました。彼の選択を見て、同じように困難な状況にある人々は、 勇気と希望を見出すことができるでしょう。また、彼の誠実さと忍耐力は、多くの人々にとっての模範となり、その生き方を見習うことができるのです。騎士が示した、勘の道は、決して容易なものではありませんでした。騎士の物語は、夢を追い続けることの大切さを教えてくれます。どんなに困難な状況にあっても、夢を諦めずに追い続けることが、 最終的に成功と幸せにつながるのです。騎士が見せる強さと誠実さは、多くの人々にとっての希望の光となり、その生き方を見習うことができるのです。ガン・ユータ、平野翔、神宮寺ユータの三人が活動するナンバー・アンダーライン愛は、これからも多くの人々に感動と希望を与え続けることでしょう。彼らの挑戦と努力は、多くの人々にとっての励みとなり、 その成長と成功を見守ることができるのは、ファンにとっての大きな喜びです。